クリスマスオーラートリオのリブレット冒頭ページ1734年クリスマスオーラートリオ BWV248 はヨハンゼバスティアンバッハが1734年に作曲したオーラートリオである。教会でクリスマスシーズンに合唱団、独唱人そしてオーケストラにより演奏するために作曲された。現代においては、例えばドイツでは 年末に教会のみならずコンサートホールでも広く演奏される。ドイツ語の歌詞による全6部からなるカンタータ州であり、演奏する際は教会歴に沿ってクリスマスから権限説のうち日曜と祝日の慶務1日間に全6部を1日1部ずつ行うが、現代においてはコンサートなどでは全6部を休憩を挟み一度に演奏することが一般的である。また、 年末に第1部から第3部、年明けに第4部から第6部など分割して演奏されることもある。バッハはライプツヒの聖トーマス教会の聖歌隊を率いて、同地の聖ニコライ教会と聖トーマス教会の2つの教会を往復しつつ、このオラトリオを演奏したという。バッハはオラトリオと題する作品を1734年から1735年にかけて3つ作曲しているが、 三つのオラトリオのうちの一つは、クリスマスから、権限説までの祝日のための、この、クリスマスオラトリオで、残る二つは、復活祭のための、復活祭オラトリオと、商店祭のための、商店祭オラトリオである。クリスマスオラトリオは、バッハの受難曲同様にルカによる、福音書、マタイによる、福音書など、新約聖書の文章が福音紙アなどによって語られる、ことで、 ストーリーが進められる形式をとっており、楽曲の合唱曲とアリアの大半と、気楽伴奏付きレチタティーボの一部は、旧作のカンタータからの転用で、第一部から第四部の合唱曲やアリアの元になったのは二つの世俗カンタータ、キロに立つヘラクレスと、太鼓よとどろけ、ラッパよ響けの音楽である。開作した、クリスマスオラトリオは、 原曲のカンタータからの転用が自然に行われており、両者がよく対応しているため、バッハは2つの世俗カンタータを作曲した1733年に、再度クリスマス用の宗教曲に転用する構想を、あらかじめ練っていたと考えられている。ライプツヒデの初演時の演奏1734年12月25日、第1部早朝、聖ニコライ教会、午後、 聖トマス教会12月26日、第2部から、朝、聖トマス教会、午後、聖ニコライ教会12月27日第3部から、朝、聖ニコライ教会1735年1月1日、第4部から、朝、聖トーマス教会、午後、聖ニコライ教会1月2日、第5部から、朝、聖ニコライ教会1月6日、第6部から、朝、 聖トーマス協会、午後、聖ニコライ協会演奏時間は、全曲、約2時間30分である。トランペット3、ティンパニー1体、フォルン2、フルート2、オーボエ2、オーボエだ、カッチャ2、言語部、通奏低音、声楽、混声4部合唱とソプラノ、アルト、テノール、バス独唱ク精進。第2部強盗のシンフォニアは、 全曲中唯一気楽のみで演奏されるが、有名な曲でもあり、しばしば単独でも演奏される。第一部高単説第一祝日用、第二部高単説、第二祝日用、第三部高単説第三祝日用、第四部新年用、第五部新年後の第一日曜日第六部、県原説公元祭カトリック教会、聖公会。ありがとうございます。